に。スペースは同じの A と B、 二つ仲良く並んでインフィニティ。片やイニシャル取ったら M と A、 近い未来コラボ誓う関係。カタログ丸め握りしめ、なんてことないけど気になっちゃって。ちょっと一言言ってやんなきゃね、今日はカッツリ言ってやんなきゃね、せっかくだから言ってやんなきゃね。ちょっとあんたなんかそのテーブルと微妙に張り出した数センチメートル、決まってるイベントの展示スペースちゃんと守らないと良くなくないです。ん、はぁ、これは失礼、気をつけます。ん、なんか地味な反応、釈然としない表に消化不良。ちょっとあんたその偶然とした大楽しいイベント、過ごすためお互い同じ参加者目線のアドバイスも上、その点大事にされなさい。私たち今回合体申し込みなんで、そういうのはちゃんと話ついてるんです。何のつもりかわかんないんですけど、あんまり適当なことは言わないでもらえるかしら。な、何ですって。よ、ちょっとどうなのそういうの、こっちのセリフどうなのそういうの、yeah、私それまだ聞いてないの、私そんなの全然興味ないの。ちょっと一言言ってやんなきゃね、今日はカッツリ言ってやんなきゃね、せっかくだから言ってやんなきゃね。いやあれあれ、今戻ったぜ、つのにこの空気、揉め事の雰囲気、なんか井戸端会議が未知の領域。ちょっとあんた何やってんのよ、合体で申し込むなんて聞いてないのよ。え、何それ、言わないとまずかった感じ。コラボするなお前のサークルとって、なんか仮前に言うてはるよって、なんていつの間にかそこの技に引き込まれこってての、サークルと一緒にやってるの。どうにかんなことをあれやこれや並べ立てて、ああだこうだおっしゃっている模様ですが、私ここに別に特に主に何もせずに、ふんふんふんにフラッと来てて、実に見るに文句たりに変な風に絡んで、かなり深いなすみたい、傷は深い、やばい怖い怖い、そんな風にプレス気味に人のサークルに迷惑をかけに来てて、自覚ってないのですか。あ、ちょっとどうなのそういうの、こっちのセリフどうなのそういうの、いや私それ聞き捨てならないの、いや私もう黙ってらんないの。ちょっと一言言ってやんなきゃね、今日はとことん言ってやんなきゃね、この際だから言ってやんなきゃね。おいおいやめようぜ、喧嘩よくないよマジ最低、魔法ジャル同士リスペクト大事だぜ、認め相手クリエイティブの感受体験、敵対したっていいことはあまりないぜ。セイフォーセイフォー、やれよ。黙って聞いてればあなたもっともらしいことを言ったようで、そこにあるそのコピー紙の内容の半分は私のグルモワールからの無断転載でしょ。さっき読んだけど、え、バレちゃった。なんだそんなことやってんの。だからパクリサークルって言われるのわかんないの。俺はちょっと借りただけだぜ。だからそういうことじゃないって言ってんの。もうちょっとどうなの。Hehehe